はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。今日は素敵なお客様に来ていただきました、セブンプスの皆さんです。こんにちは。こんにちは。いいな、初登場ということなんで、はい、それでちょっと自己紹介をお願いいたします。はい、セブンプスボーカルのナイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして、はい、セブンプスキラキラドラムのマイコです。イエイエイ。はい、ギターのミチルです。よろしくお願いします。お願いします。ベースのケガです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけでね、この4名さんが揃ってあれ、ギターとかベースはなんかキラキラギターとかって言わないで。そうですね、ギトギトギターギトギトギターやだ、だからやだよ。ブンブンブン、普通のベス、普通のベシストケタです。さあ、というわけで、セブンプスの皆さんで来ていただいたのは、なんと12枚目のシングルリリースいたしますが、タイトルどうぞ。フライ。あ、両英名だから揃えにくいんだ。あ、そうなんですよ。そうだ、でも行ってみよう。うちらも結成12年目だから、そういうことだ。そんなのリハーサルなくても言えるはず、はい、できるでしょう。そういうことだな。できる、はい、せーの言うよ。はい、じゃあタイトルをどうぞ。せーの、フライ、世界を回せ。いやちょっと危なかったけど、なんとかそう、ちょっと気持ちだから。そう、まあ、このスラッシュ言うのかどうか迷った。急振れるのか迷った。フライ、うん、うん、そう、あとデス言うか言わないかね。さあ、そう、デス、デス、なるほどね。でもなんとかだ。なんとかいけた。まあ、さすが結成5年の、ね、違う、結成は12年、デビューは5年。デビュー5年ね、セブンルークスなんですが、さあ、今回ね、両 A 面ということなんですが、はい、まずこのフライから聞きましょうか。どんな曲になりますでしょうか。はい、夏にぴったりな、すごい爽やかなアップチューンになってます。うん、まあ、聞いた人のこう背中を押してあげられて、あー、大丈夫だよ。わかります。押せるかな、背中を押せるかな。聞いた人の背中を押してあげられるような曲になっております。あー、素晴らしい。さあ、そういうことね。で、あれですよね、オリオン、スタイルの、CM ソングで、ね、はい、こうやってるという、はい、もうこれ書き下ろしなんでしょ。そうですね、お話をいただいて、まあ、こういうイメージっていうことで書いた楽曲ですね。素晴らしいですよね。はい、だからどんなイメージでこれを歌ってるんですか。今までのセブンプスちょっとやっぱり大人になってきたので、うん、私も歌い方を少し大人な歌い方にしてたんですけど、うん、今回の曲はもう割と、うん、元気な、はい、元気いっぱいなこうセブンプスを見てほしいなっていうことで、うん、私も結構声を張って歌ってます。声を張って、ああ、うん、なるほどね、はい、なんか大人なトークな感じがしますよ。ありがとうございます。風邪ひいてちょっと声が低いんで、ちょうどいいぐらいに。あ、そういうなるほど。でもね、結構8ビートのこの王道の非常にこう爽やかな、はい、ね、楽曲で沖縄の海をイメージするね、うん、そんな楽曲になっておりまして、で、一方、もうね、CM でガンガンオンエアされております、この世界を回せ。はい。ね、これどんな曲？これはそうです、もうライブで盛り上がれるように僕が作った曲なんですけども、実際ライブでもお客さんがガンタオルを回して、はい、うん、でも曲の世界観で言ったら、その自分から動き出さなきゃ、その、うん、新しい世界が開けないよっていう、うん、なんかそのガンガン新しいことに挑戦していきましょうっていう思いを込めてることですね。素晴らしい。ありがとうございます。これもエールソングな感じですね。エールソングな感じですね。マイコ的にはどうですか？これはですね、うん、一番演奏するのが楽しい曲で、うん、もうほんと CD ももちろん聴いたら楽しめるんですけど、うん、もう何よりもまずはライブで体感してほしいです、うん、もうライブってやっぱ熱量が違うじゃないですか、うん、CD からとは違うものが伝わると思うので、ぜひライブに来てほしいな、うん、生で聴いてほしい。素晴らしいね、うん、あれですよね、一番ライブで盛り上がるんでしょ。そうなんです。聴、ね、いたことない人でもその場で、うん、この曲を聴くと、うん、もう動かずにはいられないっていう、回さずにはいられなくなるぐらい本当にいい曲なんです。あれ、体が勝手に、え、回してるんですか。そうなんです、本当にそうなんですよ。なので本当にライブで感じてほしいです、はい、ね、ぜひタオルぐるぐる回して。あれ、ケイタが言ってたんだっけ、なんか大人の方はアルコールを回して、そう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 、そうそうそう、おお、大人になっても素晴らしい。ライブですね。おー、ぜひね、スタイリッシュに盛り上がっていく。そうですね、ね、オリオンスタイル、ね、さあ、そしてバラードも今回入っておりますけれどもね、はい、横顔、横顔、ね、はい、うん、これはどういう、飲酒運転しちゃダメだよっていう、そういうことです、はい、思い込めて書いてます。別にそれだけじゃないですよ、と思ってるの。すごいほのぼのした楽曲を作りたいなっていう感じで、はい、はい、うん、もう聞くとすごい多分幸せな気持ちになれると思います、うん、はい、
なるほどね。あのこのなんかラブバラードでもなんていうかこうほんわかしたような、そうです ね, ね、はい、満たされるよね心がこの曲なんかね、なんか自分の心の中の嫌なものとかが全部こう抜けてる。確かに黒い部分が懺悔かいやでも本当にほんわかして満たされてるんでしょ。満たされて、もう、うん、大好きな人にキスをしようっていう最後のフレーズ、それでね、うん、終わるんですけど、うん、好きな人欲しいわって思いながら、それは満たされてないという前の黒い部分やしあれ満たされてないのか、曲ではこう満たされつつも、はい、幸せだ、そう私も幸せになりたいって思いながら、うん、気持ちになってね、それを共感して、はい、共感して、ね、もうドラムにそれを込めてたと思って、ね、7位的な、そうですね、ちょっと一回咳していいですか。あ、どうぞどうぞいただきました、よいしょ、いただきました、ちょっと我慢してたなんなら鼻かみますみたいな、嘘です、嘘です、鼻かみ、ちゃんの生半の鼻かみですよそうですね、私もやっぱこの曲聴いた時にものすごい幸せな気持ちにやっぱなりましたし、聴、うん、いてくれてる人たちもすごい笑顔で聴いてくれてる人もいれば、ちょっとこう涙を浮かべて聴いてくれてる人もいたりして、なるほど、ね、なんかいろんな表情が見れる曲だなって思いました。いや素晴らしいですよね、うん、もう楽曲のこのパワーもあるし、そして、ね、沖縄でその OTV の、飲酒運転、撲滅キャンペーン、はいね、これの CM ソング、だからこれ3曲全部沖縄の CM？ はい、そうなんです、ありがとうございます、すらばしい、すらばしい噛みました今、いや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 、ほんとね、すごいね、うん、で、フライがこのね、最新曲になってるっていうね、でもうライブで鉄板の世界を回せと、うん、横顔でもバラエティに飛んでおりまして、で、あれですよね、フライと世界を回せはインストルメンタルも入っているということなんで、これはね、練習して、うん、カラオケでガンガン歌っちゃってくださ い, みたいな、歌ってほしいね、すごく歌物バンドだからぜひ歌ってほしい、うんうん、ぜひメロディも覚えやすいと思うし、うんうん、ね、いや素晴らしい、もう世界を回せる転調具合が止まらないですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、いや素晴らしい、転調転調転調違い転調違いね、8月の24日リリースということで、はいはい、ね、でそこからあれですよね、ライブ回るんですよね、はい、そうなんです、はい、皆さんワンマンツアーが、ワンマンツアー、はい、ね、北海道スタート、北海道スタートで、はい、ファイナルが沖縄、沖縄しい、北から南までブワーッと全国11カ所もあります、11カ所ですよ、はい、詳細はオフィシャルホームページの方に、ね、うん、はい、チェックしていただ、まあ、ここら辺に一応出しておきますんで、 ありがとうございます、ありがとうございます、アクセスをしていただいてチェックしてください。ちなみに沖縄は11月の5日、はい、桜坂セントラルということになっております。北海道の皆さんは9月の17日に行きますよ、そこからずっと来て11月の5日までという、ね、はい、ということになります。ぜひ足を運んでいただきたい、はい、さあ、それでは最後にね、一人一人メッセージをお願いしたいんですが、はい、誰か、まあ、じゃあこういきますか、はい、そういきましょう、はい、はい、僕たち本当に沖縄で拠点にして活動してるわけですけども、はい、これからもどんどん精力的にこう活動していって、うん、ゆくゆくはこう沖縄の人に応援してもらえるようなバンドになりたいなと思ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。応援しているありがとうございますすいませんちょっと挟んで面白い。よく沖縄以外でライブするとすごい南の風が吹いてるねって言われるんですよ、はい、私たち意識してなくてもやっぱこう沖縄で育ってきたから、うん、すごい沖縄の風っていうのを吹かしてんだなって思ってて、うん、なんでちょっと沖縄の皆さんにもたくさん、はい、私たちのことまだ知らないって人たくさんいると思うので、うん、皆さんに知ってもらえるようなバンドになっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ぜひね、ライブをね、見てほしい、ね、うん、本当に来てほしい、ね、さあ、いきましょう。はい、はい、そうですね、今年もワンマンツアー4人で仲良く回っていきますので、はい、ぜひ今回これを見てセブプス初めて知ったよって人も気軽に遊びに来てほしいです。今回のツアータイトルが、はい、うん、イチャリバみんなウップスファミリーっていうタイトルだったんですよ、うん、沖縄の方言でイチャリバちょうでってあるじゃないですか、出会いはみんな兄弟みたいな、うん、はい、それを取って、なるほど、もう出会ったらみんなウップスファミリーっていうことなので、もう初めましての方も楽しめるライブにしますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。待ってます。あー素晴らしい、うまいね、待ってます。さあ、じゃあ締めてください、はい、ニューシングセブンスニューシングルフライ世界を回せと、はい、横顔、もうそう、沖縄県民が、うん、
どの曲聴いても楽しめる一枚になってると思うし、はい、もちろん本土の方が聴いても沖縄を感じれるそんな一枚になってると思いますので、ぜひこれを聴いてライブの遊びに来て、タオルを回して、まあ、大人はアルコールを回して一緒に楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本日のお客様はセブンオプスの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。